皆さんこんにちは、プラケです。現在朝の9時37分、今日もプラケのレオパ育児日記やっていきたいと思います。今日でペコル深子22日ですね。やっという間にね、3週間以上経過しましたけど、最近はね、昨日も冷凍コオロギを3匹食べてくれたので、今日もねちょっと冷凍コオロギでまずあげてみたいと思います。割とも最近は餌として認識してくれたっぽいですね。反応が早速だけど、ちゃんと餌として認識してくれてる感じに見えますね。の割に食いついてこない。はい、食べました。この感じでいくとね、冷凍コオロギはもう餌としていける感じなので、もうちょっとしたらね、ペコルの兄弟2クラッチ目生まれる予定なので、生きてるイエコはちょっとそのままキープしておこうかなと思います。どちらにせよね、最初その新しく生まれた子たちには生き餌が必要だと思うので、今のうちにちょっと育てておこうかなと思います。ペコルはね、もうこの感じだと、イエコだけでも、イエコじゃないか、冷凍コオロギだけでも今んとこいけそうなので、とりあえず、いける限りは、冷凍コオロギでいこうかな。一応昨日も3匹食べたので、3匹目もちょっとあげてみます。1回でね、3匹ぐらい食べてくれるようになるとだいぶいい感じなんですけど、どうだろうか。もうなんか遊び始めちゃったかな。どうよ、向こう食べない？あ、食べないかもしれないですね。とりあえずじゃあ今日の朝は2匹かな。行く？あ、行きそうだな。粘れば。ダメかな。さっき瞬発って来たんだけどな。もういらないですか。もう脱出ですね。もう脱出するとほぼ食べないからね。じゃあ今日の朝は、はい、2匹ということで、また次は夜かな。昼は今日はあげないで夜あげたいと思います。はい、現在夜の7時24分ですね。では夜の餌やりをしていきたいと思います。朝はね、冷凍のイエコを2匹食べました。どうでしょうか、食べてくれるかな。この家向きの時あんまり食べないんだよね。でっかいうんこ邪魔をしています。でっかいうんこ邪魔出たから食べないかな。あれ、最近ね、出たいんだよね。脱出したいんだよね。脱出したいモードの時はもうあんまり食べないんだよね。いいよ。もういいの？食べなそうですね。はい。じゃあ今日はね、
朝の冷凍イエコ2匹ということで、では体重測定をしていきたいと思います。はい、でははい、ペコルさん乗ってください。ここ最近はね、昨日か 8g になりましたけど、今日はね2匹だけだけどどうだろうか。ちょっと降りてください。はい、8g 現状維持ですね。もう速攻脱出ということではい、というわけで今日はコオロギ2匹体重 8g ということでした。ではまた、バイバイ。